でキックに対する論文とかすごい出てるのね。やっと終わるよ、キック編が。キック編が終わります。でも終わります。でいろんな意見聞けて楽しかったとか、いろいろ考えさせられたし、うん、まだまだキックの悩みがサッカーの悩みにつながってないというか、うん、キックだけ単体の悩みになっちゃってるよなっていうのがあるからね。じゃあいきましょう、最後こうやっていきましょう。最後の今また高木目線なんだけどさ、うん、もうサニーさん呼ぼうぜ。そうだね今日の内容はこちらです。キックに関しての効果的な筋トレありますかっていうテーマでいただきました。フォームとかボールの質とか練習で安定してきたんですけど、距離に限界を感じています。多分その下を切ってるだけっていうところかなというふうに思います。で、筋力も少しは関係していると思うんですけど、効果的な筋トレはありますかってところですかね。蹴る時の脱力ももう少しできたら変わると思うんですが、距離を出そうとしてどうしても力を入ってしまいますと。でセンターラインよりも少し落ちてきてボールを要求しているサイドハーフの足元につけるキックが一番綺麗に蹴れる感はありますという感じです。これね多いんですよ。あの過去4年間ラインずっと動かしてきて、多いっていうのは筋トレがあるかってこと？そうです。簡潔に言うとこういうコメントが多いです。まさにキック力を伸ばすための筋トレ教えてください。このコメントの子はどのぐらいのカテゴリーなの？こちらの方は今社会人でプレーされていて、まあサダヤンと同じようなんです。なるほどね。あの1回ズームでお話ししたことがあるんですけども、本当にキーパーに対してこの年齢でも上手くなりたいんだっていうすごく強い思いを持っていますと同時に、20年ぐらいキーパーから離れていたんですって。そこで息子がキーパーを始めて俺もやってみようかなって思ったら、自然とキーパーにハマっちゃったって的な背景があるからね。質問というかあれがさ、ちょっとやっぱ大人というかさ、自己分析もしながらだけど、うん、じゃあ逆に今から筋トレとかをコンスタントにやれるのかなっていうのと、効果的な筋トレってさ、筋トレってまあ継続だからさ、1回で1週間分の筋トレはできないわけじゃない。そうすると働きながらでできるので、やっぱ忙しい中でっていうと、でフォームとかボールの質とか練習で安定してきたっていうんだったら、距離っていう部分がなんで出ないかをもう一回考える。筋力だけっていうよりは筋力も少しは関係してると思うんだったら、じゃあ筋力じゃない部分はじゃあどうなのかなって考えると、冒頭出ましたね、ボールの下蹴っちゃってんじゃないのとかさ、助走が悪いんじゃないのとかっていうのをまずやってった方がいいかな。そこでね、我々の強みのサニー大先生が今後さ出てきた時に、俺も聞きたいからさ、ヒックのために筋トレなんかやったことないから、だからそれをまあ応用してやってもらったらいいかなと思うんだよね。でも本当にそういう質問が多いってことは、多いっす、めちゃくちゃ多いっす。もうちょっと自分で考えたらって思うけどね。冷たい言い方じゃなくて、自分のどこが足んないんだろうキックって。でキックに対する論文とかすごい出てんのね。でそれただフリーで見れるのよ。だそういうのを読む努力とかをしてみてもいいよね。この方だったらやっぱりそういうの見て、お子さんにいやパパはこうやってちょっと調べてみて、難しいからちょっと調べてみたのを要約するとこうだったから、ちょっと一緒にやってみねえかってやるのもいいと思うんだよ。それがじゃあ足首の強さなのかさ、踏み込んだ時のさ強さなのかとかさ、じゃあ太ももなのかとかさ、もしかしたら背中なのかとか、いろいろ出てくるかもしれないじゃん。探る旅をしてほしい。だからこれはさ、質問集めたりとかしてるからさ、質問募集してて何言ってんだよって思うけどでも自分で考えないで楽しようとする人が多すぎんだよね、この時代。だからみんな YouTube とかでさ動画見に行くじゃん。それが、ね、自分に合ってるか間違ってるか納得できるかも分かんないまんま選択肢を狭めていっちゃう。そこに自分の学びがあると、あれこれおかしくねこの構え方とか、まあ、キーパーだったらね、キーパーの考え方おかしくないってなった時に、自分の納得がどこにあるかっていうのをキックも含めてできると思うんだよね。まあ、ただこの放送局見ている方々のコメントの内容って結構素敵で、自分はこう思っているんですけどどう思いますかって、ちゃんと自分はこう考えましたっていうのを超えてくれるんですよ、絶対に。それもまた言うこと、伝えること、コメントすることもまた自分の学びになると思っていて、あ、自分こうやって考えてんだっていう風な客観的な評価もできるだろうし、多分あれだよ、ね、ここのコメントしてくれる人って俺の性格わかってるから、ポンってやるとコメント取り上げてもらった時にこうやって言われるからね。でもそれがいい文化になってくるかもしれない。もちろんそれはそうだよ。俺だっていうのはね、自分の経験あるけど、どんどんいろんなもの吸収してやろうと思うから、自分の経験一回捨てて、いろいろ見て自分はブラッシュアップさせてってるわけだから、だからこの放送局のね視聴者の皆さんも、はい、そういうところのねベースはさ、みんな目線合わせてきてると思うから、新しくねこう見てくれた方もね、自分こう思うんですけどって、で自分のこう思ったことが間違いなんてまずないから、そうだよ、それは納得なんだから、そうで思ったこと納得をこっちがなんかのこうヒントをあげたら納得の力が上がっていくわけだから、そうやって作っていきたいよね。そうですね、まあ、放送局のあり方としては一緒に作っていくっていう、こう
コンセプトですから、そういう納得のすり合わせができる、そういう媒体になっていければなというのと、いろんな人が、いろんなコーチが、いろんな選手が将来コラボみたいな感じで来ることも期待しております。1000人まであと何人？理想としてあと500人です。この放送段階ではきっと僕はそう信じて配信していきますそうなることを祈ります。よろしくお願いします。お願いします。キック編、はい、楽しかったね。ありがとうございます。サニーさんって分かんない子もいるかもしれないですけど、乗っときます。勝手に乗ってます。勝手に乗っけといていいから。コラボの話も勝手に進めてるわけであって、でもサニーさんはあのコラボを本当にいつやりますかって言ってくれたから、まあ、あるかもしれないんでね、楽しみに待っていてくれる、はい、幸いです。 YouTube の方の概要欄の方にあの各メディアの方通してありますんで、本当に面白い内容ですんで、よかったら見てください。よろしくお願いします、はい、お願いします。次から新しいシーズンです。バイバイ、はい、ありがとう。